さあ、それじゃあ行きましょう。ああ、見せたいものだったよね。え？うん。え、なに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 ？ああ、純一くんとかが叫んだわけじゃないんや。ん？なんだろう？あ、あやついさん、ちょっと待って。なんだか窓の外が騒がしいと思わない？そうね。ちょっと見てみようか。何してんやろ。サンタコンテストかな。あ、雪か。すごい、あ、すごい雪が降ってきたよ。え、本当？すごいね。ホワイトクリスマスだ。今のはちょっと待って。あ、すごい雪が降ってきたよか。すごい雪が降ってきたよってわけじゃないんか。そうね。確かサンタコンテストやるよな。あれってアニメだけなんかな、ミスサンタコンテストって。今確か森島先輩が2連覇中なんよな。うん。あれ？でもなんだか雪とは別に盛り上がっているような。どうしたの？声。あそこかな。何やら人が集まってるみたいだけど。なるほど。あ、誰かが告白したみたいね。ありがち。告白。あ、あれ？あの中心にいるのってさっきの挨拶をしてた人じゃない？お、委員長？そうね。おい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 、委員長。あ、こいつ。そう、あれや、私のことをね。2期でさ、アニメの2期であやつじさんとライバルになった子じゃなかったっけ。あ、なんか純一くんのことをちょっと誘惑しようとしてたやつ。名前忘れたけど。で、なんかあやつじさんと選挙でバチバチやったんよな。こんな顔じゃなかったっけ。確かそうやったよな、これ。あの男子もやるじゃない。のりこ、どうすんのよ。のりこ。でも私はクリスマス委員長以外にもいろいろやることがあるの。忙しすぎて相手にできないこともあるかもしれないし。はっきり言ったらどうや。なんだかイライラするわね。相手みたいにはっきり言えばいいのに。そうそう、ちゃんと言わな。そういうのは向こうが告白してんのに、それはもうはいかいいえで答えるしかないんよ。さあ、付き合ってあげてもいいわよ。盛り上がるやつ。わあ、やー、青春してるね。あー、いいですね。いやー、いいですね。お、こんな日に告白されるなんておめでたいわね。純一くん、行くしかない。あやつじさん、ん？行け。何その顔。いや、別に。私は全然気にしてないわよ。そうなの？だって幸せは平等であるべきでしょ。せめてこんな日くらいはね。なるほど。あ、こっちよ。あ、うん、こっちか。あいずいさん、一体どこに行くつもりなんだ。昔の話なんだけど。ん？ある日、私はサンタさんがいないことを知ったのよね。まあ、おるけどな。うん、まあ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 。あいついさんはそっち派の人間な。うん。それも現実を突きつけられて。やめろ。それは良くないぞ。え？
よくある話だと、両親がプレゼントを入れてる姿を見たとか、そんな感じ。私の場合はもっとひどかったけどね。どんな風に？それは秘密。なんやろ、もう親が言ってきたんかな、直接。そっか。でね、サンタさんがいないって知った私はその時に決めたのよ。私がサンタさんになるんだって。すごいな。そんな思う？子供の頃に。あやつじさん、本物になれないことは分かってた。でもサンタさんみたいなことならできるって考えたのよ。サンタみたいなこと？そう、クリスマスには平等に幸せを。ああ、それでクリスマスイーンに。あやつじさん？はい、お話終わり。着いたわよ。え？でもここって…いいからいいから。わあ。どう？まあ、ツリーが綺麗に見える場所、まあ、とっておきの場所ってことなんかな。すごい。特等席よ。まあこれもなんか委員長やってたからこそ知ってるみたいな。うん。ツリーを見下ろすなんて、うん、なかなかないシチュエーションよね。ないない。そうだね。それに加えて仕掛けがもう一つ。ほう。そろそろかな。わあ。増えた。どう？これが今年の目玉よ。うん、見とれちゃうよ。そう、よかった。でも、本当に素敵よね。ははは。何よ。いや、あやついさんが可愛らしく見えて、ついね。からかわないで。だって、そんな目をしたあやついさんなんて初めて見たから。え？うん、無邪気ですごく可愛い。怒るわよ。し、大きな声を出すと用務員さんがまた来ちゃうよ。お、今日は純一くんが攻める日やな。いいね。もうこっち見ないで。あれ機嫌悪くした？あやつじさん？ねえ、何？折り入って聞いてもらいたいことがあるんだけど。もしかしてそれって？そう、私の気持ち。いいわよね。うん。きっかけはあの手帳を落とした日。手帳、まあ、あやつじさんルートのすべてが始まったと言っても過言ではないあの日ね。うん。そう、拾ってくれたでしょ。その後に大変な目にあったけどね。うん。本当のことだよ。なんなら学校から消されるかもしれんかったからな。うん。わかってる。あの時は私も必死だったのよ。でもあんなことがあったからこそこうしていられるの。まあそうやな。今思えばあんなことをしなくてもちゃんと黙っててくれるって信じられるのに。
まあ、あの時は純一くんがどんな人かまだそんなに分かってなかったでな。まあ、今やったら、うん、分かるけど。前辻さん。ねえ、私の目標の話、覚えてる？何やったっけ何言ってたっけ、ちょっと待って。あんな強烈なの忘れる方が難しいよ。あれ、そうどんな目標やったっけ。そうかもね。あれ、なんて言ったっけ。でも本当のことを言うと、あの時私にはすでに新しい目標があったの。全然覚えてない。いつの話やろ。目標の話、え、何やったっけ。え、そんなことは一言も言えるわけないでしょ。あなたのそばにいられるように頑張るだなんて。それって、うん、そういうこと。私、うん、私、あなたのことが好き。この私じゃなくて私って言い直すのがまたいいんよ、これ。うん、あなたの存在が何よりも大事なの。あやすじさん、誰も知らない私を見つけてくれた。すごく、すごく嬉しかった。この見つけるっていうのもあやつじさんのルートでだいぶ大事なことなんよな。うん、おっと、あ、違う、こうか。あやつじさん、僕も、うん、僕もあやついさんが好きだ。そんな意外？うん、誰よりも真剣に生きてるあやついさんが大好きなんだ。怒ったり笑ったり、時には泣いたり、うん、あったな。うん、そんなあやついさんをずっと見ていたい。ずっとそばにいたいんだ。あやついさん、好きだ。嬉しい。うん、本当に嬉しい。私、もう自分を偽らなくてもいいのよね。あ、はい、黙ります。そんなこと言われたの生まれて初めて。今日まで生きてきてよかった。ありがとう。私、やっと幸せになれた。やりました。いやー、マジでよかった。いや、なんとなく覚えてたんはあったな。あやついさんのルートは学生時代何週かしたことあったんで、まあまあ覚えてたこともあったんですよ。で、最後のシーンが個人的に一番泣けるのがあやついさんなんですよ。あのテキストが勝手に進むシーン、まあ短いけど、俺ちょっと今来たもん。やっと幸せになれたっていうあの言葉がね、
や本当良かったなっていう思う。いや本当にもうあやつりさんは何やろう、見つけてくれて、私を見つけてくれるっていう言葉もあったけど、もう偽らなくていいのねっていうのもあったし、いや本当良かった。もうあやつりさんのルートやった後にこの歌聴くのもやばいんよな。確かこれあやつりさんの声優の人が歌ってんだよなこの歌。うん。いやー懐かしいな、もう。あったな、髪の毛触るでいい。でそうこのシーンね、このシーンが全ての始まりよな、あの手帳を拾った日で、まあこっから2人の、まあ、人生というかもうガラッと変わっていくんやけど、そうこの曲名がまたずっとこのままでままでっていう曲名でめっちゃ合ってるんよな。そうあやつりさんと一番合ってるよなやっぱ。本当にいい歌。確か学生時代この歌携帯に入れて聴いてた気がするもんな。確か、結構覚えてるんやけど。ここのベースが好き。あーで、あやつりさんに会ったな、こう叩かれたことも、みんなの前で。いや、マジで、ここちょっと不安やったな、正直。うん。あれ、こっからどう行くっけと思って、うん。やっぱ最初にやり直してしまってるから、あのね、最後のスキルとか星がすごい不安やったよな。結構最後の方やったから、来たんが。で、あやつりさんやってる時ずっと言ってたけど、まあ難しい。このパッケージにも書いてあるヒロイン、まあパッケージヒロインでなんかメインの子って感じなんやけど、メインの声からって言ってね、あやつりさん最初にやると結構ね痛い目見るんよな。マジで難しいのあやつりさんって。うん、多分な、当時てか攻略サイト見てた気すんもん、あの会話のやつわからなすぎて、うん、やり直したりして多分やってたはず俺。こうやってちょっとまあ何十数年経ってまあこうやってやってるわけなんやけど、ようじあれやな、攻略サイト見ずにここまでできたなと思うわ、あやつりさんルートは。ほんまに、いやーほんとよかった。ずっとこのままでって言ってこのシーン流れてくるのほんといいよな。あやつりさんルートは本当に良かったって思うよな。あやつりさん良かったなって。結局おい私たちは一夜を寄り添って過ごした。おいもうそれはつまりそういうことなんか、学校の校舎で。おい青春してるね。誰よりも近くにいることを確かめ合うかのように。そういうことやろ、だって今ならはっきりと言える。私はこの世界に一人きりなんかじゃない。
すぐそばにあなたがいてくれる。このぬくもりを信じていればもう誰にも傷つけられることはない。私は忘れないだろう。たとえこの先幾年の月日を経ても、私が私でいられる場所はただ一つ。あ、飛ばしてしまった飛ばしてしもた。ねえ、私が私でいられる場所はただ一つ、あなたのそばだってこと。もうだって表情が柔らかいもんこんなに寄り添ってさ、うん、ん？前にした昔話覚えてる？ウサギとカメかな。あ、うん、あのカメさんはやっと自分に気づいてくれる人に出会えたよ。そうやな、そう、誰も何もう、そもそもウサギとカメの話をしてて勝負してたんやけど、カメさんの中では、うん、でもカメさん以外の人はもうそんなもうカメさんのことなんてもう眼中になかったから、そもそも勝負してることすら、うん、認知してもらえんくてっていう話やったよな。で、誰もカメさんのことは見てくれてなか、見てなかったです、おしまいみたいな話やったけど、うん、そっか。じゃあその人からの伝言をカメさんに伝えてくれるかな。え？一緒に幸せになろうねって。いやー、純一くんほんとこういうとこさすがやわ。うん、あーよかったよ、ほんまに。うん、確かね、好きの一番、エンディングの時系列が一番なんやろ、未来じゃないのがあいついさんだよな。うん、あの誰やったっけ、森島先輩とかやったらもう結婚して同棲してる時やったよな確か。うん、でカオルちゃんもね、あれちょっと後なんよな。うん、で誰やったっけ、あとさえちゃんはもうなんか大学かなんかで身ごもってたよな確か、もうさえちゃんが。で、あやつゆさんがね次の日なよなうん、だから一番最近っちゃ最近。でも確かね、あやつゆさんも別のルートではね、大人になって子供いる話あったよ確か、エンディングで。うん、ほんほんほん、あ、出会いに別の出会いが増えたってこと。あー、よかった。そっか、もうこれで4人か、あと2人やな。うん、でもう次誰やるかっていうのは、うん、あのもう最後愛ちゃんにするって言ってる以上、もう次はもうおのずと一人なのでもう言っちゃいますけど、次はりほこちゃんです。はい、うん、あ、りほこちゃんだけがないんか。うんうんうん、あやついさんも結構多いんやな。うん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 、好きのルート行くだけでこんなに埋まんねや。なるほど、さえちゃんが一番取れてないかな。うんうんうん、あやついさん一番取れてるよな。そっかそっか。ということでね、次は、リホコちゃんのルートをやっていくので、まあお楽しみにということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。